あ、おいしそうだ。今日は夏日、暑い。今年一番暑い。今25度ぐらい。暑い。これで25度だったら。ゴミが重い。お腹空いた。あ、いい匂いがする。うん。今日は今までに食べたことないものを食べてみよう。あ、暑っ。すごいね。便するね。すごい。緑の絵が。カリフォルニアみたいだね。あら、減った。今日は。シーフードの盛り合わせもある、シーフードの盛り合わせ、フェイキシャ、周りの人たちが食べてるのをちょっと見てみたら、カルネデポルコエストファーのフェイジョアータがあれだね、あの、ルイスが食べたやつ。あ、バターね。ポルコストファード。へぇ。もう一度も。いや。そう。そう。そう。そば。のそば。のそば。そうだ。運動、軍長。でもこれ何？せーの。グン、ア、ドゥ。ア、ティロエヌ、メトワ。オッケー。チャオ、ビエドゥ。わー、食べたことない。そうだっけ、なんかカレーみたいな感じ、うん、前食べなかったっけ。った食べてない。めちゃくちゃ美味しそう。美味しそう。わー、豚肉と、わー、これ美味しそう。美味しそうだね、うん、超旅の人はね。あ、ごめん。このさ、じゃがいも全部大きさが違うんだよね。だから適当に切って揚げたて、オリーブオイルの風味が深いです。これは米、あ、ほい。お肉、これ豚肉だよと思う。この少なそうに見えて、いっぱいお肉が出てくるところがこっちの、こっち多く見せる音はしない、絶対。むしろ少なく見せる感じ。そうそう。あ、デミグラスだ。ポルトガルはね、大げさにしないからね。デミグラスソースじゃない？そんな感じ。デミグラスっぽいね。うん、デミグラスっぽい。ちょっと食べ、どう？デミグラスっぽい。あ、いや、全然違うでしょ。いや、やっぱ違う、ね、こっちの料理は見た目とね、味が反するのよ。ちょっと食べてみる。俺もうまい。どう？うまい。うまいことだけは間違いない。いってみようか。結構濃い。これ牛肉かな。豚豚。こういう感じ。映ってる。うまい。美味しい。食べたことない。初めて初めて。うん。うわ、うまいね。うまいうまい。また爆裂に美味しいもの見つけたね。うん。やっぱおすすめは、あの人のおすすめ俺いつも当たるな。当たる当たる。一緒のさ、あのメーカーのハーフがある、うん、白の、うん、白の、はい、はい、うん、モンテがワイン、うん、赤のこれをこの前飲んだから、うん、あ、白、うん、食べてるんですけど、何だそれ。こっちはこう手で食べるってことが、あれなんだ、確かにフォークとナイフが必ず付いてるじゃん。まあ、カステラリアでも確かにクロワッサンとか出てくるときに必ずフォークとナイフが付いてくるじゃん。ああいうの食べたり。だから手で食べるっていうことが、そもそもあるっていう強く言うあれなのかなと思って。白ワインね。同じメーカーの。ちょっと飲んでみて。入れようか。うん。美味しそう。白は冷やしてある、ね、結構アホ塩を追加で頼む人っているんだ。ちょっと頼んだ。
美味しくいただきました。こんな感じです。